さあこれで映像で映します、圏央道の開通式です、相模原相川インターと高尾山インターチェンジがつながりました。ここは相模原のインターチェンジですが、まだ開通してませんが、今日は開通して、乗れることになります。たくさんのこの車が来ております。ちょうど上に上がってきました。これ本線かもね。ちょうど本線上になります。もう回ってる。まだでしょう。一般車両は これからもう圏央道の通常路線になります。小倉山トンネルということで、小倉山トンネルということになっています。日通の車が見ました。トンネルです。まあ今日は天候が悪いので、もういきなり高速道路の中に入ってきました。すだまりとテープカットは省略でした。開通式の案内がありまして、私も来ております。